本人以外の誰かが窓口にドルーリー主衛佐藤が抱える報道のプレッシャーにため松代が助言。シャットアウトもいい結果を招かない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。一躍脚光を浴びるドルーリー主衛佐の悩みにスポーツコメンテーターため松代が手を差し伸べた。 1>, 1月15日の全国都道府県駅伝で驚異の17人抜きを披露すると、瞬く間にその名は広まった。29日には地元で開催された岡山県内市町村別対抗駅伝、晴れの国岡山駅伝競争大会に津山市代表として出場し、3区3キロで9分40秒と従来の区間記録を10秒更新した。 競技結果だけを見れば、順風につるようなドルーリー。しかし、注目されすぎるのは好きではない。そういった面ではちょっと。と29日のレース後に報道の圧に悩まされていることを打ち明け、周りの人からは、気にせずに、とは言われている。自分なりに気にしないように頑張っています、と話していた。 陸上界のホープが抱えるこうした苦悩に心強い助言を送っているのがシドニー五輪などで活躍したため松田。少し心配です。誰かメディアの窓口をやれないでしょうか。中学生らしい生活を送ることが将来を考えても大事だと思います。と自身の SNS で指摘した上で具体策をこう綴った。担当者を決める矢印これが一番大事。 本人の意向を聞いて、各社担当の方に連絡。シャットアウトではなく良い関係を作ることを目指し、取材は担当者に集約。合宿、入学、初試合、などメディア側が取りたい試合はきちんと担当者から連絡する。さらにため松は、シャットアウトもあまり良い,い結果を招かないので、 とにかく本人以外の誰かが窓口になり、その人がコミュニケーションを取るのが良いと思います。と提言し、以下のように経験談を記した。私の経験を付け足します。才能ある選手にとって大事なことは、陸上が嫌になった時はやめられる状況であることがとても大切です。 実際にやめて違う人生を歩む幸せもありますし、陸上をやるにしてもやめる選択肢があることで、やりたいからやっているんだ、ということを感じ続けられます。大きな壁に直面している15歳。元陸上選手が言うように、今後はメディアとの良好な関係づくりを周囲の大人が行っていく必要がある。厚生マルザダイジャスト編集部。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。